徳島県五国神社は、徳島県徳島市最下町に鎮座する神社である。母親戦争から第二次大戦に至る、事変、戦争等の国難に準じた徳島県出身の戦死者34,304柱を祭り、愛殿に徳島県出身の巡職自衛官24柱を祭る。1879年9月、美山公園に召魂者として創建された。 1906年4月、徳島中央公園の徳島城跡に遷座。1939年4月、徳島県五国神社と改称する。1945年7月、徳島大空襲で社殿と消失したが、1958年に再建される。1978年には御送社100周年、記念として、境内整備事業が行われた。しかし、 神社の境内が徳島市からの借地である上、史跡文化財保護地区の民所問題があり、神社を移転することとなった。2000年最下町在住の徳島、家、川崎朝恵が社地を寄進。本殿、社務所を新築、拝殿、長寿社、霊例等を移設し、2003年9月に遷座した。徳島県五国神社の現在地への遷座より、前の1981年、 川崎朝恵が出雲大社より心臓を敗退し創建した。徳島県五国神社サイトの大国神社ページ2019年5月3日閲覧。ありがとうございます。